カスタードプディングプディングは、小麦粉、米、ラード、肉、卵、牛乳、バター、果物などの材料を混ぜて、砂糖、塩などの調味料や、香辛料で味付けし、煮たり、蒸したり焼いたりして固めた料理の総称。プリンの原型は古英語のプダックで、元来は腫れ物を指す語であったとされる。これが中英語で、ソーセージの一種を指すプーティングやフランス料理の 蝶詰ブーダンボウジンとなり、今日の多様な虫料理のジャンルを指すプリンとなり、後にゼラチンやコーンスターチで固めるタイプの料理もその形状からプディングと呼ばれるようになった。別の説としてゲール諸語で動物の内臓を指す言葉が語源であり、それらを使った蝶詰料理法であるプディングまたはポディングが16世紀前後に スコットランドからイングランドにバックプディングの名で伝わり、現在の形に繋がったというものもある。記録にあるお菓子としてのプディングの始まりは17世紀のプラムプディングが始まりであり、ビクトリア朝の時代にかけて多様化していく。ハイティーの文化に合わせて動物性の油脂を使った重いプディングも多い。ブラックプディングのような初期のプディングは動物の蝶を使っていたため狩猟シーズンしか作る。 ことができず、簡単に作れる料理でもなかった。その後、腸の代わりに布で包む方法が考案され、プディングは広く普及した。家にかまどを持たない仮想階級の人々にとって、少ない燃料費で作れる上に、栄養価の高い合理的で、経済的な食品だった。ライスプディング、ブレッドバタープディング、ブラックプディング、ヨークシャープディング、チョコレートプディングなど、 メイン料理からデザートまで、その種類は多岐にわたる。また、イギリスでは、本日のプディングのように、デザートの同義語としても用いる。日本で一般的に、プリンと呼ばれる、カスタードプディングも、プディングの一種である。プディングが日本に伝わったのは、江戸時代後期から、明治時代初期である。プディングの発音は、日本人の耳には、ポッティングや、プジングと、様々に聞こえたが、 やがて、プリンという発音、かな表記が定着した。ただ、日本では21世紀現在、この、プリンは甘み、歌手としてのそれを指すのがもっぱらである。食事の混立をなす料理としては茶碗蒸しや、卵豆腐などがあるが、これらが、プリンイコールプディングとは呼ばれることはない。ウィキメディアコモンズには、プディングに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。